こんにちは。今日はチャネリング入門編、神社の神様とのつながり方、そしてそのためにとても重要な神様のイメージと神様にお願いの仕方について、私の考えをシェアしたいと思います。ではまず、なぜチャネリングに神様のイメージが重要かというと、私のやっているチャネリングというのは、人や物、すべて相手の意識、目に見えない方のエネルギー体、素粒子の放つ微弱な電気信号を消化体を通して感知し、その信号にこちらの意識を合わせ、相手とのつながりを体で明確に感じ、コンタクトを取るということをしております。体で感じるというのは、以前からお話ししている消化体から受けるボワーンやズーンといった圧迫感のような感じを鋭くしていくと、神様によってそれぞれ感じ方が異なり、女性ならではの柔らかいぬくもりや、男性ならではの力強さ、鼻から感じる匂いとはまた別の年代によって異なる匂いのようなもの、また自分のルーツに関する、神様は脳天から脊柱にドーンと来るような感じで、膝がガクンとなりこけそうになったりします。このように体で感じる感覚を細かく見ていくと、このような変化を感じるようになります。ここまで細かくできなくても、簡易的なチャネリングはできるようになります。チャネリングをするにあたり、大切なのは相手のことをよく知るということがとても大切になります。これはどういうことかというと、チャネリングと言いますが、簡単に言うと、誰かもしくは何かとのただのコミュニケーションですので、人間同士のコミュニケーションとさほど変わりません。人間同士で考えると、相手のことを知っている知っていないでは、コミュニケーションの内容や濃度が変わってきます。仲がいい方がお互い話も弾みます。それと同じで、人や何かにチャネリングするとき、相手のことを知っていないとちゃんとしたコミュニケーションを取ることができないということになります。例えば女性に対し、男性だと思って話しかけるとおかしなことになります。また名前を間違って呼びながら話していると、呼ばれている方結構気まずいです。それが自信満々に間違えておられると、なかなか言いにくいです。そして名前を間違えるような人と深い話などはなかなかできないと思います。つまりコミュニケーションを取るときは、相手に対して正しい認識を持つ、相手のことをちゃんと知るということがとても大切と言えます。相手のことを知って初めてチャネリングが成立します。それが目に見えない相手であれば、なおさら正しい認識とイメージが必要となります。そして最低限の礼儀というものも必要ですが、難しいものではなく、これも対人間で考えると分かりやすく、例えば初対面の人にいきなり厚かましいことを言ったり、慣れ慣れしく接すると、大抵の方は少し嫌な気分になるように、チャネリングの場合でも同じです。自分が誰かに話しかけられて、その問いかけに答えても、相手が聞くだけ聞いて何も言わずにその場を去ったとしたらどうでしょう。ちょっと待ってとなりますし、次聞かれても答えとこうかなって思ってしまうと思います。ですからやはりチャネリングにも、最低限こんにちは、ありがとうございましたぐらいの挨拶は必要と言えます。具体的なやり方については、後ほど人の体を使って説明させていただきたいと思います。では神社の神様とチャネリングしてお願い事を聞いてもらうにあたり、どのようなイメージを持って接すればよいかというと、以前の動画でも少しお話ししておりますが、神社の神様とは我々とさほど変わらない人であります。これは古事記や日本書紀だけ見て考えると、日本の神様というのは、夫婦で女性が一度は普通に出産しているのにもかかわらず、天照神に関しては男性の方の命から生まれ、二人のご兄弟も片方の命と鼻から生まれたりと、性別を無視したなんともアグレッシブな生まれ方をされております。そして死んだはずの妻が夫に愛してると言ってるのに、次の瞬間夫を殺しにかかったり、または姿形を変えたりと、人ではなく
何でもありのよくわからない存在で、さらに古事記が書かれる以前には日本は漢字ではなくその他の文字が使われており、もともとあった48音の日本語の響きに漢字を当てはめ書かれたものですので、そのまま読んだり漢字から受ける印象に意識を持っていかれると、本来の意味を表す音の中にある本質を無視してしまいます。これはどういうことかというと、例えば猿という言葉の響きに漢字を当てはめると、他にもまだまだありますが、猿や猿、このようになります。そして我々は漢字だけ見ると猿と書かれていれば当たり前のようにあの生き物の猿を連想します。本来なら日本語の猿という響きには多くの意味があります。同じ音で様々な意味を表す、これが日本語の特徴であり、一音一音に意味があるというのが日本語の本質であります。漢字は日本語の一つ一つの意味を分解し当てはめ、分かりやすくなった反面、我々から日本語の本質である言葉へのイメージ力と言葉による表現力を奪いました。ほつもつ体は五七五の和歌のスタイルで書かれており、俳句や和歌といった短い言葉でさまざまな気持ちを表現していた当時の人々はとても豊かなイメージ力があったといいます。その日本語の本質を伝えているのがほつまつ体であり、特には当時の音玉日本語の本質がそのまま残っております。詳しくはこちらの動画をご視聴ください。伊勢神宮に祀られておられる通称天照大御神、こちらの神様は本来天照神という言葉の響きに天と照すの漢字を当てはめ、誰かが後にこの漢字を見て天照と呼んだことからそのように呼ばれておられますが、本来は天照と呼び、これはたたえなといってその方が行った偉大な功績などにつけられるあだ名のようなもので、本名にあたる意味なというのは若人という名前をお持ちで、古事記では特に性別の記載はないのですが、文脈の間違った解釈のみで女性の神と言われておりますが、性別は男性であります。しかし古事記にもちゃんと読み解けば天照神が男性であるということが明確に書かれております。私は骨末体に記されている天照神のイメージを持って伊勢神宮に参拝させていただき、太間水や押して文字のエネルギーをベースに使いヒーリングをさせていただいておりますので、押して文字の素晴らしさと日本語の本質を多くの方に知っていただきたく、アマテルという響きをチャンネル名に使わせていただけるようお願いをし、さらに何度も通い音サプリの作り方やエネルギーの操作方法、治療法などを全てアマテル神に教えていただきました。こいつ大丈夫かと毎回思われがちですが、私にとっては隠しようのない事実であります。そして伊勢神宮外宮に祀られておられる通称天照神のお召し役豊家大神は、お召し役ではなく天照神のおじいさん、そして雨の道当時のシャーマニズムの師匠にあたる方で、外宮先行参拝の理由は目上の方から先に挨拶するということから考えると当たり前の行為で、さらに本来なら二見ヶ浦にて猿田彦の狼に挨拶をし身を清めてからというのが本来の参拝ルートと参拝順の理由となります。そして猿田彦の狼は決して猿ではなくその場を猿の意味合いが強く、土地の開発や神道にとって必要なものを各地に広められたとても重要な方であります。私は主にこのお三方にチャネリングをし、さまざまな情報と知恵をいただいております。多くの方が日本の神様と聞くと何か少し厳しそうで少し怖い、そんなイメージを持っておられる方が多いと思います。古事記や日本書紀のイメージからはどうしてもそのようになってしまいます。しかし骨末体を読むと、そこには当時国民の豊かな生活のために田畑を開発したり稲作を伝えたり火の使い方を教えたり言葉を伝えたり、または家族との会話、その他のやり取り、恋愛など人として当たり前のことが書かれており、
感情があり、笑顔がそこにはありました。常々怒っていたり、批判ばっかりしていたり、厳しいだけの人では国民はついていきません。やはり平和な世の中を作るには笑顔が必須と言えます。笑い声のない世の中は決して平和とは言えません。日本の神という存在は家族を愛し、人々を大切に思っておられたことが発末代から読み取れます。つまりこの国を繁栄させてきた紀元前の当時の方々はとても温厚で常に笑顔でおられたと言えます。平和であったからこそ豊かに発展した縄文時代があり、縄文時のような素晴らしいものを作れる心と時間のゆとり、そして優れた技術がありました。日本という国は争いを嫌い、多くのことを受け入れ共存し、歴史を作ってきました。漢字もまたその受け入れたものの一つとなります。そして古事記の主な神話は、それら受け入れてきたそれまでの様々な日本の歴史と世界の創世記が、イサナキ、イサナミのお二人のお名前を使い、ぎゅーっとコンパクトにまとめられた話となっております。古事記や日本書紀には蘇我氏の色がとても濃厚で、あのような記載内容となっておりますが、悪意ではなく当時の時代に必要なことをし、読み解けばわかるように日本の真実を隠し守っている大切な書物と言えます。どの書物も国を作ってこられた我々のご先祖たちに敬意を払い書かれております。つまり神社に祀られておられる方々、神社の神様というのは我々にとってご先祖であり、おじいちゃんおばあちゃんであり、神社に行くことはそんな偉大なるおじいちゃんのところに礼儀を持って孫が遊びに行く、そんな実家みたいなもので、こんな感覚で神社に行くと神様の存在がとても身近なものになってきます。そして発末体を読むと、架空の生き物とされている龍神と言われる神が、架空の生き物の龍ではなく本当の龍神というのは、古事記には書かれていない瀬織姫という天照神の奥さんで、一人の女性であるということがわかります。本名はほのこというお名前をお持ちで、瀬織姫というのもたたえ名であり、その名前からかなりのシャーマンだったことが読み取れます。そして最も根深い洗脳ができる洗脳ツールである学校の教科書、これのおかげで我々日本人の国民性がおかしくなり、行ったことも会ったこともない他の国の人々の印象を悪く持たせ、一部の一族が優位になるような目線で書かれ、争いの歴史のみを学び、我々にネガティブを植え付けた、そんな捏造だらけの教科書で習った邪馬台国の女王卑弥呼とは、火の国の巫女の略で、個人名ではなく巫女という役職のことであり、この瀬織姫が卑弥呼のモデルになった人の一人と考えられます。他にも有力な女性の神が二人おられます。私たちの学んできた紀元前の歴史というのは、戦後 GHQ の着色によりねじ曲げられた架空の歴史を教えられました。私はジュラ紀と言われる恐竜の時代からすでに間違った教育をされており、証拠となる化石等もかなり手を加えられていると考えております。またその他現存している遺跡等もかなりの手が加えられていると思います。そして日本という国は現在もそうでありますが、本当の意味の祭りごと、現代でいう政治は占いシャーマニズムで決めるものとなります。最近でも新天皇即位の際に使われているお米の産地も占いによって決定されております。また古墳の壁画や残された古代の祭祀場なるかもシャーマニズムの跡がうかがえます。この世はシャーマニズムによって作られてきました。そして瀬織姫という方は瀬を立する姫のことで、瀬とは水や大気の流れのことを表し、それを立する整えることができた優れた巫女さんということを表し、現在も旅館などで使われているお上という言葉がありますが、これは偉大な女性に対して使われる言葉で、瀬織姫は高お上とも呼ばれており、古事記や日本書紀のお上の神は瀬織姫のことであり、このお上という漢字が後々略字となり
この龍の漢字になり龍神となり現在の架空の生き物のイメージになったといえます。そして本来この龍という文字も意味としては大地から天に昇るエネルギー、つまり地球に起きる水の循環を表しております。シャーマニズムやエネルギー操作は男性よりも感性豊かな女性の方が優れており、女性である巫女さんが天皇である男性を支えておられたと考えられます。そして天照神は真面目な方ですが少しいたずら好きで女性的な感性を非常に強く持っておられ、優しく、この方もまたかなりのシャーマンであったと言えます。だからこそ瀬織姫と天照神の時代に日本がとても豊かになり、現代でも古事記の記載上伊勢神宮には表向き天照神のみ祀られておられますが、滝祭りの神という五十鈴川のところでちゃんと内宮に瀬織姫もおられます。これらが仏末代からわかる神様の大まかなイメージとなります。それでは神様とつながり、お願い事はしてはいけないと言われているのに、お願い事を聞いてもらうにはどうすればいいのか。